人それぞれの能力っていうのは正直そんなに差がないそうなんです。誰と付き合うかで人生変わるんですよ。これ本当なんですよ。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥルン、おめでとうございます。慎吾さん、人生がなかなかうまくいかないんです。不運続きでもうダメかもしれないという方大丈夫です。今日は龍の導きで人生を激変させる方法をお伝えしますので、最後までぜひ見てくださいね。この番組は誰でも簡単にできる開運術をお伝えしています。龍神様の力で次元上昇しましょうという、そういう番組です。面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録と、僕の公式 LINE、 それから僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE、 2つの公式 LINE にご登録お願いしますね。はい、ということで本題に入ります前に、前々回か前回かちょっと忘れましたけれども告知をさせていただきました。大阪の癒しフェアに出演いたします。4月22日と4月23日大阪の梅田で行われます癒しフェアに登壇いたします。僕の出る時は23日の日曜日13時からになります。14時15分からサイン会もあります。それで22日からですね、慎吾ブースが出ます。ブースというのはまあ出店ですね、お店のようなもの、模擬出店のようなものですね。それが出ますので、ぜひ遊びに来てください。龍神様の開運堂のグッズがその日は並びます。もう間もなくね、癒しフェア開催ですので、皆さんにお会いできるのをとてもとても楽しみにしていますので、ぜひお越しください。はい、ということで本題なんですけれども、龍の導きでね、人生を激変させる方法ということなんですけれども、僕はもうとにもかくにも龍神様のお計らいをたくさんいただいて、そしてもうゼロから億男、ゼロから海外で活躍するスピリチュアリスト、ゼロから幸せな人生にさせていただいたんですよ。これはもう紛れもない事実なんですね。龍神様の計らいを受ける人としてはおそらく右に出る者はいないんじゃないかっていうぐらいね、ちょっと手前味噌になりますけども、龍の力を借りられる人になってきてるんですよ。龍神様の力ですごく強力なのって、やっぱり人とのご縁をつないでくれることなんです。龍神様が僕の目の前に人をボンって連れてきてくれて、その人とのご縁で自分の人生が大きく発展したり、自分が思い込んでいた間違ったネガティブな思い込みが外れたり、人生が生きやすくなったり、それから新しいチャンスをいただけたり、そんな風にメンタルな部分も行動面もいろいろ変えてくれるような人と出会ったので、今ここにいると言っても過言ではないんですね。多くの人を見ているとすごくね、自分の力だけで何とかしようとしてる人がたくさんいるんですよ。自分の力だけで何とかする、自分の独力で一人で頑張って結果を出そうという人がすごく多いですね。これ正直むちゃくちゃ時間がかかります。すごく簡単に考えてください。例えば A さんという人がいます。 A さんという人、人生うまくいってないとしますね。この人が誰の助けも借りず、誰の教えも受けず、自分の力だけで前に進んでいこうとしたとしましょう。でも A さん今うまくいってないんですよ。ということはうまくいっていない行動様式とうまくいっていない考え方をしているわけです。その人がどんだけ努力したとしてもうまくいく現実が起こるでしょうか、起こらないでしょうか、どっちでしょうかって考えた時に、うまくいかない現実が起こる可能性の方が高いと思いませんか。つまり自分の頭と自分の心だけで前に進んでいってもうまくいかないんですよ、もう正直言っちゃうと。なので誰かの力を借りるのが一番早いんですよ。僕はね、そうやってやってきました。僕の目の前を走っているトップランナーの人たち、もしくは先生の人たち、そういう人たちから教えを請うて、その教えを素直に実践することによって自分のマインドが変わり、そして自分の人生が好転していった、これが現実なんですね。なので僕は誰かから教えてもらうことが大好き。なぜかというとそれでうまくいってるから。自分があんまりないんです。僕は正直あんまり自分がありません。自分というものがなく、いろんな人の意見を聞いてそれでうまくいく方法を試してきたので、あんまり自分というのがないんですね。だけどうまくいかない人の多くは自分がありすぎるんですよ。自分を大切にすることはいいことなんだけど、プライドとか我とか、そういうこだわり、変なこだわり、こういうのがすごい強い人って誰の力も借りないし、誰の教え
教えも怖ないし、教えをこうだとしても私はそれ苦手なんで、私そういうキャラじゃないんでって言ってやろうとしない人、まあ頑固な人っていうことですね。逆にうまく弾く人っていうのは素直な人が多いんですよ。先生からこれやってみたらって言ったら、はい、わかりました、やりますって言って次の日にはやってる。それでうまくいった、あ、先生うまくいきました、で先生からお、よかったねって言ったら、教えがいが先生もありますよね。だから次こうやって言ってみたらって言って、あ、わかりました、やりますってすぐやる。そしたらまたうまくいった、もしくはうまくいかなかった、先生うまくいきませんでした、まあ失敗も学びだからね、はい、わかりましたって言って先生のせいにしないで、じゃあ次は私これやってみたいと思います、先生どう思いますか、いや、それいいと思うよ、やってみなっていう、そういう素直に前に進んでいく人があれ一番うまくいくんですよ。これはもういろんな人見ててそう思うんです。ただしですよ、先生を選ぶのもすごく大事なんです。龍神様が連れてきた先生、これ全員がいいとは限らないんだよね。やっぱり選択するのは自分なんで、今日はね、この先生選びについてお話したいと思います。この先生、人生の先生のことをメンターって呼びますね。メンター、これ結構自己啓発の言葉なんですけれども、まあ、人生の師匠っていう意味ですね。メンター、僕にもメンターがたくさんいます。そのメンターの選び方について今日ちょっとねお伝えしようと思うんですよ。このメンターの選び方を間違えると、どんどん人生がですね破滅の方向に向かいます。なので気をつけてください。何人か知ってるんですよ。あー、ダメなメンター選んじゃったなっつって、でそれでもうどんどんマイナスな方向に人生が行っちゃってる人も見てきました。逆にいいメンターを選んで、どんどん魅力や才能を発揮して人生がものすごい好転してる人も一方で見てきてるんです。つまり誰に教わるか、誰と一緒にいるか、誰の波動を浴びるか、これものすごい大事なんですね。なのでそのメンター選びのコツ、僕が実践してきました5つのコツをちょっとお伝えしていきたいと思います。ちょっとね、自分には関係ない話かなと思う人もいるかもしれません。あんまりそういう人生変えたいとかあんま思わないんで、私人生このままでいいんでって思う人もいるかもしれません。その人にとってはあんまり面白くない話かなと思うかもしれません。ですが、おそらくですね、人生変えようと思うタイミングが来るかもしれないですよね。ちょっとそろそろ私もう一花咲かせようかなとか、そろそろ時間が空いたから自分の人生生きてみようかなって思う時が来るかもしれません。その時のために今日の情報は取っといてください。今は必要ないかもしれないけど、その時に絶対に必要になるから。誰と付き合うかで人生変わるんですよ。これ本当なんですよ。自分の能力なんてあんま関係ないのよ。知ってる？人の潜在能力なんてそんな変わらないんだって。イチローと僕の能力ってそんな変わらないんだって。これはもう脳科学とかそういう科学の研究でもう分かってることなんだって。なんならチンパンジーと人間の遺伝子もそんなに変わらないんだって。だから人それぞれの能力っていうのは正直そんなに差がないそうなんです。じゃあ何が違うのか。環境です。出会った人です。環境と人によって人生は大きく変わります。自分が発揮できる能力や魅力や才能が全然変わります。だから環境さえ変われ、もしくは一緒にいる人さえ変えれば人生が大きく好転するってことは多々あるんですね。なので今日はこの誰と一緒にいるか、とりわけ前に進んでいる教えを請うメンターの人の選び方をお伝えしていきたいと思います。メンター選びその1、自分が理想とする人生を送っているメンターを選ぶということです、ね、いろんな先生います。その中で自分の理想の人生を送っている人を選んでください。その人の言葉やその人の本、これだけじゃダメ。なぜかというと、言葉や本っていうのはいくらでも言えるから。こう YouTube を言ってるね、僕が言っちゃってるんだから、言葉はねいくらでも言えるわけだから、僕すごく気をつけてるわけです。変なこと言わないかどうかすごい気をつけてるんだけど、でも言い方悪いんだけど嘘も言えちゃうんですよ。そうじゃなくて、その人の行動やライフスタイルを見なきゃいけない。例えば幸せそうに生きてるか、例えば周りの人が幸せか、その人だけじゃなくてね。例えばその人は幸せそうにしたとしても、周りの人が不幸そうだったり、なんか暗い顔してたりしたら、それってやっぱり理想の人生を送ってると思えないんですよね。僕からしたら、僕はその人も幸せで周りも幸せな人を選んできました。それはなぜかというと、自分も幸せで周りも幸せになってほしいから、そういう人を選んでください。もしくは例えばビジネスが大好きすぎて、もう24時間365日睡眠時間も 2,3 時間で働くのが好きな人をメンターに選んでしまうと、そういうことを教えてくるから、気をつけてね。先生何やったらいいですか、うん、まず寝るなとか言われるんだよ。そうするとさ、きついじゃないですか。でもその人はそうやって成功してきたわけなので、自分が理想とするライフスタイルを送っている人を選ぶというのがすごく大事です。僕は先ほど言いました通り、その人も幸せそうかどうか、
それから周りの人が幸せそうかどうか、それから時間に余裕があるかどうか、そして収入もちゃんとあるかどうか、そして人として信頼できるかどうか、そういうのをね結構見てきました。それが僕の理想の人生だから、あなたが理想とする人生を送っている人を選んでください。決して言葉だけで選ばないようにね、行動を見てください。言葉ではなくて行動を見ましょう。2番目、感情は安定しているか。これとっても大事だね。先生ってやっぱりこだわりが強い人多いから、感情的に荒れる人多いんですよ。なのでムキーってなってヒステリーになる先生結構見てきました。なのでもう反面教師ですよね。あ、こうはならないようにしようってすごく思ってきたんです。ムキーってなる人多いんですよ。まあ多いというかね、中にはいるんですね。感情が安定してるかどうかを見るには、その先生の周りのスタッフを見るのが一番大事です。スタッフの人がその先生を見る眼差しを見てください。怯えていたらそれはやばい、その先生選ばない方がいいです。先生の前ではなんか怯えていて、裏で先生の悪口とか言ってたら、これも絶対その先生選んじゃダメね。その先生感情って不安定だから。その先生が何か満たされていないものがあって、感情的にこう欠乏感を感じていて、自分の言うことを聞かなかったり、自分がないがしろにされたと感じた瞬間、わけーって感情的になる人は、あなたもその感情のやり玉にされる恐れがあります。あなたが何かこう失敗したりしてね、先生の逆鱗に触れたり、むちゃくちゃ怒られるとか、そういうことになるから、感情が安定している人を選びましょう。もう一回言うと、感情が安定しているかどうかは、まあその人を見るっていうのもそうなんだけど、周りのスタッフの人の先生を見る目や先生に対する態度、怯えていないか、怖がっていないか、すごい過剰に気を使ってないか、そのあたりを見てください。3番目、その先生が現状にあぐらをかいていないか。うまくいくと大体人っていうのは天狗になるわけです。ジューンとね、であぐらをかいて、もう俺はもう大丈夫なんだよとか、もう何もしなくていいんだよとかね、私はもう成功しちゃったから努力はしないのよとかっていう人がいます。こういう先生はですね、はっきり言ってエネルギー的に全身のエネルギーがないので、学ぶことはありません。過去の栄光ばっかり話されちゃいます。もちろん過去の栄光というか、過去の体験例とか実践例とかっていうのを話すのは、それはそれで素晴らしいことですよ。僕も過去の実践例や体験例、失敗談っていうのを YouTube で皆さんにお伝えしています。ただしあぐらをかいてる人っていうのは過去の武勇伝ばっかり喋るんですよ。で、今何やってるんですかって聞いても、いや特に何もっていう感じなんだよね。俺は成功したからいいんだみたいな、私は成功したからいいんだみたいな感じの人、こういう人はついていかない方がいいです。常にチャレンジしてる人につきましょう。今まで自分がやったことない人に前向きにトライしている人、こういう人じゃないと学びがいがありません。常にトライしてる人っていうのは、やっぱり自分がその場で失敗したことをそのまま受講生さんとか生徒さんたちに伝えるんですね。それがやっぱりね、生の情報としてすごく生きるんですよ、受講生さんとか生徒さんにね。だからあなたがもし先生を選んだ時に、その先生がトライしていること、チャレンジしている、そういう姿勢を見ることによって、私も頑張ろうってなるわけですよ。私も前に進もう、チャレンジしようって思うじゃないですか。先生があぐらかいてたら、私も努力しなくていいかってなんか思うんですよね。チャレンジするのめんどくさいなって思っちゃうんですよ。先生がチャレンジするから受講生さんもチャレンジしたくなるわけですよね。そういう精神があるかどうかをぜひ見てください。4番目、義務の精神があるか。これも大事ですね。これすごい大事ですね。先生の中にはですね、義務しない人がいます。義務じゃなくてテイクばっかりする人がいる。あなたは私に何を差し出すの？あなたはいくら私にお金を払えるの？あなたは何を差し出すの？あなたは何を差し出すの？っていうだけの人、すごい見てきましたね。こういう人はですね、すっからかんになります。受講生さんたちがもう滅びていきます。あはははっていう風になってきます。もちろん先生が義務して、そして必要な対価として必要なお金をもらったり、必要な時間をかけてもらうということ、これは循環ですからいいんです。ただ先生は義務をしないのにテイクばっかり、出せ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 、くれ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 っていう先生がたまにいらっしゃいます。本当にこれは気をつけた方がいいです。ということで、テイクばっかりの人は先生に選ばないことと念頭に置いてください。5番目、コミュニティや仲間の雰囲気を見てください。だいたい先生って教え子さんいっぱいいるので、コミュニティがあるんですね。そのコミュニティの中の雰囲気、仲間同士のつながり、こういうのも見てください。もちろん人間関係なのでね、仲がいいとか悪いとか、そういうのはあると思います。ただしなんかギクシャクした感じがないかっていうことですね。健全
な喧嘩とか健全なすれ違いとか、この人とこの人は合わないなとか、そういうのはあって当然だと思うんですけど、なんかここギクシャクしてんなとか、なんかここ空気暗いなとか、なんかここ居づらいなというコミュニティの先生はやっぱりどこかしら感情に不安定さがありますので、そこには入らないように気をつけてください。特にいじめに気をつけてください。いろいろですね、僕もセミナーとか行った人の話を聞いたりしてきましたが、いじめがあるんですね。先生が受講生をいじめるっていうケース何度か聞いてきました。先生が A さんという受講生を狙い撃ちにして、他の人はみんな褒める、あなただけがダメだっていう、そういう先生が昔いました。でこれは何をやってるかというとですね、先生が A さんをいじめることによって、他の人たちが先生に歯向かわないようにしようっていう、そういうマネジメントなんです。こんなことするなんて最悪ですよね。でも YouTube を見てる人の数名は多分私のことだって思った人いると思うんですよ。それぐらい結構はびこってるんです。もう僕こういうの大嫌いなのね。だからもちろん僕は受講生をいじめたことなんて一回もないけど、まあ当たり前だよね。でもあるのよ実際、世の中には。だからいじめがあったら抜けて、いじめられてる側の人がね、こういうふうに言うんですよ。先生がそうおっしゃるのは私が悪いからなんだ、私が改善しないから先生がおっしゃるんだ、私何が悪いのかを先生教えてくださいって言っても、先生はダメなもんはダメだとか、お前の存在はダメだとか言うから、ああもう分かんない、でも多分私が悪いんだわって、その自己否定の方に入っちゃって、それでそのコミュニティから辞められない人がいるんだけども、いじめられたら速攻抜けて、そういうコミュニティからね、お願いします。ただしだよ、ただし愛のある厳しい鞭とこのいじめは分けなきゃいけない。愛を持ってであなたに苦言を呈する人、この先生はやっぱり大事にしてください。なぜかというと、やっぱりうまくいってない人をうまくいかせる時には、たまに苦言を言わなきゃいけない時があります。しっかりとピシッと言ってくれる先生はそれいい先生なのでね、ぜひ大切にしてあげてください。ただしそこに前提に愛があるかよ。愛がなきゃダメよ。愛だなって思ったら OK。 じゃあこう愛じゃなくて、ただの八つ当たりなんじゃないの、ただのいじめなんじゃないの、ただの先生の不満を私にぶつけてるんじゃないのって一瞬でも思ったら、そこはやめてください。先生変えてください。メンターは変えていいからね。ありがたいことに僕はですね、いろんなメンターさんにつきましたけれども、まあ本当に素晴らしい人たちにお巡り合わせいただきました。それも全部龍神様がね連れてきてくださったんだなというふうに思います。僕にはですね、龍神人材データバンクっていうのがあるらしいんですね。龍神様に聞いたんです。伊豆にいる龍神様、龍神窟という洞窟にいる龍神様に聞いたんですけれども、なんで僕にはこんなにいい人たちが巡り合わせてくれるんですかって龍神様に聞いたら、龍神人材データバンクっていうのがあってね、必要な人を君に届けてるんだよって龍神様優しく教えてくださいました。なのでありがたや龍神人材データバンクっていう感じです。この YouTube を見てるあなたもね、きっと龍神人材データバンクから人が送られてくると思います。あなたの人生を大きく変えてくれるような先生に巡り合いますように、メンターに巡り合いますように、そしてメンター選びを間違えないように今日の放送をさせていただきました。いつもコメントありがとうございます。見ていただいたあなた、愛してるよ。せーの、リュウ、またねー、バイバーイ。